を救う方法は一つ、パンダを誘致することです。パンダは今東京にしかおらんがですよ。パンダを見るためには皆東京に行くしかないがです。動物園客は総取りです。しかも間もなく瀬戸大橋で四国と本州は地続きになる。我が高知にパンダを誘致すれば西日本一の観光スポットになります。動物園に来た客は必ず県内の観光地を訪れる。宿泊、飲食、土産、車で来た人のガソリンなどなど、外貨を県内に落としてくれるポイントは数えきれません。何言ってるんだ。もう行こう。聞いてられない。できるわけないやろ。ピョトーク、資料課に移動だ。来週は見に行きますか。神戸市ではパンダによる観光客の増加で80億円の経済効果を見込んでいます。王子動物園では時期を見て2世の誕生を期待しています。ちょっと右が下がっちゅうな。え、右ですか。いや、お前の左。あ、はい。これあ、ええー、ね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 というわけで、知事の我が高知県の最大の課題は観光であり、その体制を強化するようにとの声で観光振興部ないが県の我々への期待は高いと思ってもらいたい、いやしかし画期的なネーミングですね。素晴らしい。おもてなしっていうのがえい。なあ、君。はい。ですよね。なかなかいいですよね、これは、うん、で、何から始めますかね。あのネットで調べたがですけど、観光発展イベントとして観光特使という制度を導入する自治体が多くあるようですよ。なんでその観光特使が。県出身の有名人やら芸能人、スポーツ選手とかを観光特使に任命して県の魅力をアピールしてもらうがいそうです。それは西川清、狭間寛平、北村総一郎、高地昇、島崎和歌子、野球の藤川球児、サッカーの吉門京介。すごいですね、近森さん。まあにゃ、高知県庁職員やきにゃ。これはかなりの効果が期待できますね。うん、だな。はい、あ、では早速ご依頼の連絡してみます。おお、はい。よきょん、これは取引あっちのさんも取って。そんな嫌な顔すんなよ。よし、こっちも片付けてきれいにするか。あのあれ12時焼き。はい。近森、これ頼んで。はい。もしもし、突然のお電話申し訳ございません。私、高知県庁観光振興部。香川県はうどん県に改名いたします。はい。うどん県いただきます。もう。ありがとうございます。はい。あの実はですね、吉門先生にご相談というかお願いがございまして。あ、先生ご本人様でいらっしゃいますか。あ、はい。あの実はですね、ぜひ吉門先生に我が高知県の観光特使をお引き受け願えないかと思いまして。え、本当ですか。ありがとうございます。はい。あ、はい、わかりました。はい。あ、じゃあ詳しいことは。はい、はい、
なんのありゃ。なかなか豪華なラインナップやろ。そうですね。掛水さん、お電話です。あ、はい、観光特使の吉門先生。はい、もしもし、お電話変わりました。おもてなしか掛水でございます。34日。え、34日。この日数を聞いて何か思うことない？え、いや、あの、俺が特使の依頼を引き受けてから今日で34日目。1ヶ月今日。吉門先生のお気に障ることは特に何もしてないかと。それが問題なんだよ。え、普通さ、最初は当然だよね。ええ、いや、流れてません。ちゃんと動いてます。生きてます。吉門先生のご指摘通りに、観光特使の方の名刺の裏に観光名所の無料クーポンをつけてただ配っていただくだけでなく、高知駅や空港のインフォメーションなどにも置けるよう討議を重ねておりまして、少し時間が。だったらさ、途中経過なり状況報告なりしなよ。聞かれないとそっちからは何もなしかよ。いや、それは本当に、あの、みんな流れたと思ってると思うけどね、普通の感覚なら。特使のリスト見て満足してる場合じゃないんじゃないの。あんたたちにさ、一番足りないものなんだか知りたい？民間感覚。え、おもてなしかとか名前つけて、結構ユニークだとか画期的だとか言って、充実感たっぷりなんだろうけど、そもそも人が来なくておもてなしもできないんじゃないの。おっしゃる通りです。おそらく俺の予想だと、そのクーポンは失敗するよ。無料じゃなくて割引にしろとか、損失を保証しろとか、じゃあせめて期間限定にしましょうみたいなことになるんだろ。縦割りやら縄張りやらでぐちゃぐちゃになって、中途半端で、むしろやらなくてよかったんじゃねえのみたいなものになってさ、来年にはそんな制度があったことは誰も覚えてない。そんな、やってみなきゃ分からんじゃないですか。どうかな。次の段階の話していい？次の段階って何ですか。そんな、あ、でもお願いします。観光促進を本当に考えてるんなら、外部のスタッフを一人入れること。女ね、しかも若いで、公務員じゃないことが絶対条件。なんでですかって質問が来る前に答えてやるけど、基本的に女は旅行が好きで、しかもロケーションにこだわる。財布の紐も固い。だから女性のテストユーザーがうなずいたら、その企画は勝ったも同然。分かった？なるほど。で、そのスタッフの言うことは、どんな細かいことでも絶対軽視しないこと。その部屋にいるだろ。自分では何もしないで文句ばっか言ってる子役人の意見の10倍、重要な意見だから。え、わかり、パンダ雄一郎を少し調べてみろ。パンダ雄一郎、何ですかそれ。古い職員は当たれば出てくるはずだ。はい。もし県庁がパンダ雄一郎を叶えた男を丸抱えできる度量があるならだけど、その男はちまちましたテコ入れとはスケールの違う観光コースを持ってるはずだ。じゃあ、パンダ雄一郎っていうのを調べてるんですけど、ご存知ですかね。パンダ雄一郎、さあ話みたいなの知らんで。パンダ雄一郎、関わらん方がええで。そうそう、
パンダ雄一郎、これ関係ないき。もう勘弁してや。パンダ雄一郎ね。おい、タキちゃん。頼まれてくれるか。調べ物長やけど、こちらおもてなし課の掛け水です。アルバイトの明神と言います。よろしくお願いいたします。で、調べ物というのは、あの実はパンダ雄一郎についてなんですけど、さ人がおるらしくて、その概要と人物について知りたいです。わかりました。なんだか面白そうですね。今やってる仕事を30分で終わらせますき、それから取り掛からせていただきます。ここでどの程度調べられるか分かりませんが、今日の17時の時点で途中経過を報告させていただきます。おもてなし課をお尋ねすればよろしいですか。あ、はい、お願いします。あのはい、何でしょう。明神さん、競輪選手やったとかそういうのあります。いえ。ですよね。では後ほど伺います。失礼します。お、総務の3時間しか経ってないのに。清藤和正、明神さん。はい。ありがとう。いや、そんな。ありがとう。すごいね、明神さん。大丈夫でした？大丈夫も何も、あれしか伝えてないのに、僕が知りたかったことは全部書いてあった。よかった。清藤さんって人の現在の提案書を読んで、この人は高知の観光のことを真剣に憂いていたんだなと思ったので、観光に関わる仕事をしているんじゃないか、自分ならそうするなと思ったので、観光協会に問い合わせてみたんです。なるほど。いや、すごいね、明神さん。ありがとう。ありがとうございます。いや、そんな、お役に立てて嬉しいです。パンダですか。パンダ誘致するんですか、掛水さん。あ、いやいや、そうじゃないがやけど。あ、すいません、立ち入ったこと。いい。この自転車、時々もたれかかるように倒れてくるがです。きっと持ち主も頼りない人長でしょうね。ですよね。ちなみに僕のです。え、あ、ごめんな。お、外部のスタッフを一人入れること。女ね、しかも若い。で、公務員じゃないことが絶対条件。明神さん、アルバイトなんですよね。はい。ということは公務員ではない。ええ、アルバイトですから。もうすぐ契約が切れるとか。ええ。その後のお仕事のご予定は？まだです。地元で働きたいんですけど、本当今は仕事がないき。ですよね。ええ。よろしくお願いいたします。タキちゃんか、呼びやすくてええね。よろしくにゃ、タキちゃん。はい、よろしくお願いいたします。当面は掛け水のサポートということで頼むね。はい。明神さん、思ったこと、感じたことは何でも言ってください。どんな細かいことでもちゃんとそれについて考えたいき、明神さんの意見は。文句ばあ言うて自分では何もせん子役人の10倍尊重する気ね。えな、そうやにゃ、竹水さん。その通りです。あ、わかりました。あの、竹水さん、何でしょう、何でもどうぞ。いや、あの、竹水さんも滝でいいですよ。総務の人もみんなそう呼び言うし。ちょっと抵抗か。竹水さんっていい人ですね。いや、いい人ってのはどうなんやろ、男としては。
喜んでいいかどうか。なんでですか。嫌な人よりええ人の方がええに決まっちゃうやないですか。そっか。はい。清藤和正さんは漁港近くに民宿清藤を経営して、そこを拠点に旅行会社などの委託を受けて観光コンサルト業務を行っているようです。ご家族は娘さんが一人やったよね。名前は沢さん。民宿を手伝える、うん、手伝うというよりは実質切り盛りしようのかもしれませんね。そうなの。ええ、調べてみたところ、他に従業員はおらんようですし。清藤さん。なるほど、すごいね、明神さんは。いや、推測でしかないですけど。いや、勉強になるよ。そういうとこ本当はええ人ですよね、掛水さんって。またええ人。どんな人やろうね、京都さん。今日はもう空いちょりませんけど。いえ、ご観光やったら少しここに泊めちょいても構いませんよ。それとも道に迷われたんならご説明もできますき。いえ、違うんです。清藤和正さんはいらっしゃいますでしょうか。私、高知県庁から来ました、掛水と申しまして。県庁。何の用で。お電話ではなかなか取り次いでいただけなかったので、直接お尋ねしてしまいました。申し訳ありません。どうかお父様に取り次いでいただけないでしょうか。どの面下げてきたかで。帰りや。どうか名刺だけでも、お父様にこういうものが来たと渡していただくだけで構いませんので。いらん。私どもは作家の吉門京介さんから京都さんのことを伺って訪ねてまいりました。どうか名刺だけでもお願いします。お願いします。大丈夫やった、明神さん。私は大丈夫です。すみません。私こんなところで女の子に水かぶらせたらいいか。男がしたろ。またええ人かな。はい。明神さん、あれ、帰り運転頼んでもええかな。できるよね。はい、大丈夫です。憎ん中がですね、県庁。そうやね。名刺渡してくれるかな。でも吉門さんの名前出したら表情変わりましたよね、沢さん。そう。はい。おもてなしかか。こんな課ができたがか。電話何度かかかってきたがやろ。取りつかんかったがよな、さあお前が。なんで。どんな要件か知らんが、いきなりは今期にゃ。まずは電話してくるろ。調べたら俺が必ずしも毎日ここにおらんことぐらいわかるきにゃ。そうやろ。だって県庁で、県庁を出されてどれだけ苦労したか忘れたか。仕事の話やったら県庁は大口ぞ。はあ。じゃあなんで名刺受け取ったがな、いきなり来た県庁の人間の。ん、どうしたさ。はあ。なんか名刺くらい受け取らんと収まらん感じになってしもうたけ。いいか
かんにゃ。いくら頭に血が上っても自分から弱みを作りゆううちはまだまだぞ。県庁やのに客は選ぶな。県庁でもじゃそこまでして名刺置いてってかじゃよっぽど俺に会いたい理由があるかやろ。それはそうかもしれんけど。朝この掛水って男に電話せ。今日なら愛中期来るかと投げてみ。私が甘えるな。お前が止めちょった話じゃ。自分で切りつけ。うん、わかったな。お電話かりました。掛水です。清藤です。昨日は大変失礼なことをしまして申し訳ありませんでした。いや、とんでもございません。こちらこそ突然ご自宅まで押しかけてしまって失礼いたしました。清藤が今日ならお会いできるんですがお出になりますか？はい、もちろんです。はい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 、わかりました。失礼します。清藤さん、会ってくれるがですか？うん、どうしたがですか？いや、娘さんがめちゃくちゃ不本意そうやったき、本当はこの展開が嫌でしょうがないがやろうなと思って、ふてくされちゅうのがちょっとかゆかった。いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。ありがとうございます。一言くらい謝ったらいいのに。すいません、こんな若造がお時間取らせました。いや、我慢我慢。俺は若いやつらが好きだよ。年寄りは頭が固うて話にならんことが多いき。お若い方はご存知ないろうけんど、その昔パンダ雄一郎で県庁を引っ掛けばはいた清藤和正と申します。おい、聞いたかさは、こんな若い方が知っちゅうがやと俺の武勇でものこのこのもやにゃ。どうぞ。まずは大事な要件を済ませちょこうか。昨日はうちの娘がえらい粗相をしたようで大変申し訳なかった。いや、すまん。こっちが無理やり押しかけたのでこれは受け取るわけにはいきません。いや、これは受け取ってもらわんと困る。これを詫びの印として受け取ってもらわんと俺はあんたらと対等になれんがやき。昨日のことを盾に取るような真似はしませんき。これは俺の流儀の問題よ。これを受け取ってくれな。あんたらの話は聞けん。私も公務員ですき。こうしてさん、昨日のスーツクリーニング出したかですよね。今朝レシートありますか？あ、ではクリーニング代の実費を受け取らせていただくということでどうですか？この通り1560円です。わかった、まあ、あんたにも立場っちゅうもんがあるろうきにゃ。うん、さあレジから持ってこい。封筒にクリーニング弁償代としてって書いてもらえますか？
あとご署名も。お手数おかけしますが、やっぱり今はオンブズマンとかいろいろ制度が厳しいので念のためにお願いします。いや、わかりました。これでいいですか？ありがとうございます。いいえ。あんたも県庁の人か？いえ、私は民間からの臨時採用です。おう。ある方からおもてなし課に民間の若い女。あんたは言うのないわけや。いえ、そんな。さて、じゃあ要件を今日が。はい、お願いします。なんとかおもてなし課に県の観光に力を貸していただけないでしょうか。お願いします。それはおもてなし課が観光コンサルタントとしての俺に依頼をするっちゅうことかい？できることなら。ゆうちょくがな、県が相手やったら俺も生半可な提案はせん。コンサル料もタコをつくぞ。それはまず打ち合わせの上ご相談ということで。物別れになったとしても打ち合わせ分の相談料はもらうぞ。はい、上司の許可も得てきました。おお。さっき言ったスタッフの中に民間の若い女性を入れろっちゅうアドバイスをしたのと同じ人物やろ。違うか？観光特集をお願いしている作家の吉門京介先生から清藤さんのことを教えていただきました。清藤さんは県のちまちました提案とは違うプランを持ちはずやと。お知り合いですか？一人を決めるか。まだなんか信じられないよ。すぐ引き受けてくれるなんて思ってなかったから。そうですね。これって何ですか？クリーニングの名目を沢さんに書かせたがよ。水をかけたのは娘さんです。娘さんに書いてもらうかが当然やと思いますけど。いや、でもさ、県庁に対する沢さんの気持ちを考えたらよ。それは別の問題やと思います。私何か間違ってましたか？いや、俺はただ余計なことやったら申し訳ありませんでした。今後は二度とさせてがましいことはしません。え、いや、ちょっと待って。ごめん、俺が悪かった。明治さんがおらんかったら受け取る受け取らんの平行線のままやと。あえてほどいて。私しっかりなんてしてません。え？短大卒業して就職先もよう見つけんかった。なんとか県庁のバイトに受かって日銭をやっと稼いでるんですよ。契約が切れたらどうしようって途方に暮れてる時に掛水さんに声かけてもらったき嬉しくて、絶対役に立たないかんと思って毎晩父や母にビジネスマナーとか県庁に対する意見とか聞きゆがです。おもてなし課に呼んでくれた掛水さんの役に立ちたいと思ってしっかりなんてしてません。私役に立ちますか？役に立ちますか？当たり前やんか。明神さんがアシスタントやないといかん。必要やき、明神さんが。明神さんがいてくれんと困る。本当ですか？もちろん。初めてです、必要だって言われたの。ありがとうございます。お礼を言わんといかんが、どっちかっていうと俺で。はい、すいませんでした。
どうしました？うまいね。はい、久しぶりに食べたけど美味しいです。危険治った？え？ん？あ、ひがんじょっただけやき気にせんといてください。ひがんでた？どういうこと？改めまして、二十数年前パンダ雄一郎で県庁を引っかき巻いた清田です。正本さん。はい。おもてなし課は私に観光コンサルタントのご依頼をくださるとのことですが、これは真に受けて構わんがですか？を目指しながら、コーチはどうもプロデュースがうまくありません。我々の発想に限界があることは自覚しております。お客様を相手にするのに我々に決定的に欠けているのは民間感覚であるとご指摘もいただきました。その通りだと思っております。ですが、今から付け焼き場で我々が民間感覚を身につけようとするよりも、謙虚な姿勢で民間の方から知恵をお借りする方が早いし有効やろうと思います。ぜひ清藤さんの力をお借りできれば。わかりました。こんなでかい話や。報酬も。おっしゃいますと？プラン一つ採用につき10万も。1000万。言いたいところですが、私もまだ県庁ですき、県の台所事情はよし中やき、プラン一つにつき諸経費別500万に負けちょきましょう。これは最低ラインです。わかりました。報酬については検討させていただきましょう。ただしということでよろしいですか？母ちゃん。では。高知県は自然が多い。海、山、川。仰げば自然を見下ろすことのできる空。何でもある。しかもそれがかなりきれいに保たれ中。高知が自慢できるもので言ったらその豊かな自然です。ですよね。反面高知には自然しかない。え、高知は宿命的に都市として発展しにくい地形の苦を背負っちゅうがですわ。今はようやく高速が通ったが交通の便も悪い。平地が少ない上に高知は今まで低収入圏の大沢争いから逃れられんかったわけですわ。なんで
さっきあんたは高知の自慢は自然やと言うたやないですか。その通りです、近森さん。え、どういうことですか。発想の逆転ですわ。都市になろうとあがきよったら高知の自然は稼にしかなら、しかし高知ほど一つの県にバラエティに富んだ自然がぎゅっと凝縮された土地は全国でも稀です。買い集めたやったおかげで自然が手つかずに残ったことに感謝すればいい。そんなわけで俺が高知県に提案するのはこれじゃ。余計な開発は入れ、県全体をアウトドア関係のレジャーランドにしてしまうっちゅうわけだ。そんなことができるがですか。しかし県庁の縦割りが動きなそうか。これ動かすのが我々の仕事や。それにこの企画は高知が選んでどこがやるで。でも我々やないにゃ、俺の仕事やにゃ課長。よし、早速部長に掛け合ってみるか。近森は見積もりを作ってくれ。はい。小泉さんは近森を手伝って。はい。よし。なんかすごいことになってきたね。はい。もしもし、高知県庁おもてなし課の掛水です。ああ、吉門さんに報告をさせていただきたいと思いまして。教えていただいた清人さんが今日来庁されまして。ふーん、聞かれなくても報告してくるようになったんだ。はい、ありがとうございます。褒めてないよ別に。当たり前なんだよそれが。あ、すいません。でさ、どうだったんだよ。どんな場所。丸ごとですね。あれ、もしもし、初めまして。なんでここにいるんですか。悪い、高知出身なんだけど俺。あ、そっか。よくわかったね。先生のファンですから。あ、どちらまでお送りしましょうか。そっちはどこ行くんだよ。民宿京都に今日のお礼と我々の気持ちを伝える。だから俺も民宿京都でいい。
泊まっちゃうんすか。吉門さんは清藤さんとはどういうご関係なんですか。ああ、いい質問じゃん。昔親子だった、今は違う。別に珍しくもないでしょ、離婚率全国屈指の高知県。今は違うっていうがは、すみません、立ち入ったことを聞いてしまって。別に清藤の親父と沙和、だからその時は親子だったけど後に離婚、だから今は他人。清藤とは血のつながりはない。理解した。はい、すいません。あれ、でもバス停の方向やと京都とは逆方向っていうか。久しぶり。なんであんたが京兄を連れてくるがで。大丈夫だよ、どうせそこら辺にいるよ。けど本当ごきにはいかんでしょ、女性やし、もう暗くなってくるし。清藤の娘に悪さするほど根性のあるやつ、この辺には住んでないよ。は？何を言うがですか。悪かったね、あいつが沢を追いかけてくれちゃって。こちらこそすいません、掛水さんが沢さん追いかけてしまって。迎えに行けなくなってしまいましたよね。どこにいるか見当ついてるんでしょう。あんたが沢さんって呼びな。じゃあ清藤さん。何？帰りましょう、危険ですから。あんたに心配なんかされたくないわ。吉川さんが帰ってきたんが嫌なんですか。吉川さんは帰ってきたらいかん関係なんですか。そんなことあるかい。じゃあなんで俺を殴るんですか。あんたがいつも土足で踏み込んでくるきよ。え、家族がバラバラになったがも全部あんたら県庁のせいやのに、なんで今さら調子よくお父さんを頼って、なんであんたが京兄を連れてくるがで。申し訳ありませんでした。ご家族の気持ちも考えず今更朝食京都さんを頼って本当に情けなく思います。申し訳ありませんでした。やめてや、みっともない。一緒に帰っていただけますか。なんかずれちゅうわ、あんた。すみません。言われんでも帰るわ。吉川さんなんですけど。
どうかしたんですか？京都さんにちゃんと挨拶くらいしといた方が良かったんやろか。やっぱり少しは空気読んだらどうですか？そんな言い方ないやろ。大体なんでかけ水さんが沢さんを追いかけるがですか？だって吉川さんがいかんししゃあないろ。それが空気でしゃばるって。沢さんはパニックになっただけです。別にかけ水さんに追いかけてほしかったわけじゃないですよ。私らはあそこでさっさと帰っちゃけばよかったんです。吉門さんが沢さんあのまま放っちゃうわけないでしょ。かけ水さんが追いかけたりするき吉門さんが迎えに行けんなったがやないですか。吉門さんのことよう分かっちゅうみたいねんか。ファンやったって言っとったもんね。何言うがですか？何の関係があるがですか？それが別にこれから接点増えるかもしれんけ、よかったやか。はい、そんなわけにいくか。下ろして。電車で帰りますき、ご心配なく。下ろしてください。じゃあ勝手にしや。もしもし。あれ、留守電入れようと思ったんだけど電話大丈夫なの？はい、車止めましたっけ？なんか怒ってんのお前。いえ、さっきは騒がすまなかったな。いえ、こちらこそ余計なことしてすみませんでした。あ、もしかして滝ちゃんに何か言われた？なんで、なんで吉門さんが滝ちゃんって呼ぶがですか？何言ってんのお前。そこは？バカかお前は。なんでみんなしてバカだの、デシャパリだの、空気読めだの、なんながで。いいから戻れバカ。じゃあな。あ、ちょっと、なんながでもう。ごめん。大丈夫ですき、気にせんといてください。気にせんわけないろ。大丈夫ですき。俺が大丈夫やないき。頼みき、一緒に帰ろう。置いて帰りたくない。私はここに置いていけるがでしょ。やけ、もうええです。頼むき。もうええことにせんといて。
なんかすごく大事なものなくしそうな気がする。電話くれたら私が迎えに行ったのに。俺も人並みに臆病な部分は臆病やき。今日に。ただいま。そう、腹減った。なんか詳しく。うん、わかった。あいか、元気そうやな。間に合う。まあちょっと連絡ぐらいしてこんか。しばらく止めてもらおうかと思うてよ。おお、京都氏の計画の行方に興味があるき。小説のネタにでもするつもりか。え、いねえそれ。で、どうなが、おもてなし方の計画は。ねえ、お前に仕組まれちょったみたいやな。教えてや。商売長やき、お客さんに出してお金もらいようがやき、プロながで。そっか、そやにゃ、すみません。まだ歩き。どうや、面白いにゃ。ほうか。パンダ雄一郎の頃より成長しちゅうがやね。くら、生意気言うな。おれ、来た来た。おお、カツオ久しぶりやにゃ。よし、ぐっすりやるぞ。よ、観光と農業以外にこれといった事業もないのに、公務予算が県予算4000億の中でたった7億っておかしいろ。他のこと桁が1つも2つも違うわぞ。そんなんで何をしろと言うがな。ああもうやってらんねえ。なんか近森さん愚痴っぽくなりましたよね最近。課長が言うてた。愚痴が出るのは悪くないって。え、愚痴があるっていうことは不満があるってことやけ。前は愚痴もなかった。なるほど。それだけ清藤さんの計画を実現したいと思っちゅうってことやきね。ですよね。観光客の獲得が急務であると知事も言っておられるわけでしょう。やのにどうして予算がつかんがですか。財政が厳しいからに決まっちゅうろ。ですからその財政を少しでも豊かにするためにですね。そもそも財政が厳しいき観光客を増やせと言うがやろ。そんな予算があるなら観光客を増やすなんて言わんろ。いやいや、ですからそのためにはですね、金を使わんと頭を使ってなんとかせえや。そんな小手先のことだけじゃどうにもならんがです。私らとしてはですね。部長、町湯だけっていうのもね、なんかできることしたいにゃ。そうですね、課長を信じて。明神さん、今度の日曜日時間ある？私も同じこと考えてました。
かすごいね、大人になってから改めて来ると。私もです。子供の頃は何も思わんかったけど、なんかめちゃくちゃで面白いですね。めちゃくちゃ？だって野劇に花、日用品、なんかごちゃごちゃ。確かに。ほら、好きとかクワとか売りゅう、誰が買うかやろ。そこチェーンソー売ってます。あ、あ、船切って、あれ、芋のつる？そうめん売りもありますよ。腹減ったね、なんか食べようか。私芋天食べたい。あとおはぎも。あ、ここにあったね、はい、行こうか。うん、おいしい。そう。あ、ほんまや、おいしい。なんかあれですね、こうやって見ると行ったこと新鮮かもしれんね。都会から来た人たちにはこういう地元の人間には当たり前のところだ。ゆう、お二人さん。京都さん、どうも。実態調査か。はい、まあで、今からちょこっと遠出せんか。見せたいもんがあるに。あ、え、それとも二人だけのがいいか。そんなことありません。行きましょう。どうやったかな。あの、ナビがついてるのに、なんで使ったらいかんのですか。なんとなく分かる気がします。え、あの、なんとなく。道迷ったかと思った。改善しないとまずいですよね。お、レジャーランドに取り込む予定じゃ。おもてなしかも経験しろんでどうする。いや、そんな、いきなり。僕はあまり得意ではないというか、むしろ苦手で。僕か。じゃあタクシーに頼むか。え、いや、そんな女性にさせるわけにはいかんでしょうか。かけみずさん。そうか、何でも頼むわ。はい、おいってこい。わかりました。大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫だ。飛び降り自殺するみたいなんですけど。俺やったらここのインストラクターやないで、ただの客。え、なんで。そんなもん常駐して後予算なんかあるかい。県庁の人だと分かるろ、うん、ここはな、初心者でも愛好家でも楽しめる宝の山流れ。県庁さん、宝の山。よし、全力疾走、滅びなよ。え、はい、走って。え、どうしよう。あかけみずさん、飛び湯にゃ。すげえ、なんだこれ。宝の山か。
コーチ。いいねコーチ。コーチ最高。さんかな。そんな。行こう。はい。まあ、頑張って。必ずまた来る。長くまで持ちこたえます。じゃあ。ありがとうございました。なんであんな嘘。お客さんがそう思ったんやったらわざわざ否定することもないろ。兄弟って言えばよかったやいか。それも嘘や。突然ですいません。失礼ですよね。県庁はいつでも失礼やき。すいません。すごいですね沢さん、おいしそう。突然焼き込んあ、どうぞ。いただきます。うん、おいしい。うわー、おいしそう。ぐやぐや。はい、いただきます。いただきます。お、おいしい。おやろ。滝ちゃんは今日行って何を感じた？どうした？何でも言うてみや。はい、道路の案内や標識などの不備はもちろんなんですけど、うん、施設はどれ？まるで男たちの山小屋みたいです。食事するところがないなどいろいろありますけど、一番は食事中にすいません、トイレですね。トイレひどすぎです。一度来た女性はもう来んと思います。おー、なるほど。細かくてすいません。でも女の子同士でも結構話題になることがあるがです。あそこ行ったけどトイレ最悪やったとか。話題になることといえば食べるものとトイレかも。確かにね。大事なことですよね。でも言ってみにゃわからんことが多いら。そうですよね。さあ食べよう食べよう。おもてなしか。いや、あれやね、自分の家にお客さんを呼ぶと楽しんでもらおうと思っていろいろするやんか。部屋も掃除するし、トイレもきれいにするし、おいしいものも用意するやんか。ええ、それがおもてなしだよね。コーチ全体がそんな気持ちになれたらいいよね。あ、ごめん胸張って言うほどのことやなかったね。いえ、かけみずさんちょっとかっこいいです。え
高知レジャーランド計画について県の見解が出た。計画については実質調査と実現性の検討を続行ということや。どういう意味ですか？即却下しない、考えては見るが結論は出さない、そういうことや。何ですかそれ、そんなんやけ役所あって。でも今すぐ考えるのをやめんでもいいってことですよね、レジャーランド計画について。そうだね、そうだよね。もう一つある。ということや。なんでですか？そうですよ、それはひどすぎる。課長、納得いかがですよ。お話ピーピー騒ぐな。上層部の決定や。俺が思うに、今県の上で決定権を持つ人間たちは清藤さんの同世代や。ということはパンダ雄一郎の頃、清藤さんを追い出した人たちや。それが今になって清藤さんが斬新な計画を持って乗り込んでくる言うがは、そういうことや。そんな、抗議しましょう。この計画は清藤さんのものや、あの人なしで進めるわけにはいかん。そうですよ、清藤さん抜きやったら計画は中止や。それが道理ってもんでしょう。やめちょけ。京都さん、俺はもう了承したことや。なんでですか？レジャーランド計画はもともとおもてなし課が持っちょった。俺はアドバイザーとして参加しちょっただけということにしてほしいそうや。企画自体は俺がつけちょった値段で買うてくれるという話や。でも京都さん、力不足で申し訳ありません。何を言うがですか、下本さん。あんた県会長に20年前とは全然違う。それはあんたのおかげです、下本さん。こんなにみんなに惜しまれてされるらあて幸せなことです。ありがとう。こうなるって分かっちょったがやないかな、清藤さん。分かっちょったのに、なんで？多分やけど、俺がそう思っただけやけど、だから俺たちにいろいろ教えようとしてくれたんじゃないかな。そう思う。パンダ雄一郎の頃から変わってないがやないかな、清藤さんは。誰が考えたとか誰がやったとか、そんなことどうでもええがや。それだけコーチが好きながや。
うしたか水井さん。私なんか最低やなと思って。え、何が、なんで明神さんが最低なの。ちょっとだけ、ちょっとだけホッとしたんです。私、下本課長が暗い顔してみんなを集めた時、私計画が中止になったがやと思いました。だから私の仕事は終わったんだな。もうここにはおれんがやの下がです。でも計画がボツになったわけじゃないから、私まだここにおれるがかなってホッとしたんです。最低ですね、自分のことばっかりで。なんか最低。最低なんかやないよ、当たり前の気持ちや。でもそんな気持ち言わんでええがよ。誰にも言わんでええのに。掛水さんやき言うたんです。え、嘘つきたくないき。わかった、ありがとう。受け止めました。でもさ、明神さん、さあ明神さん。はい。いや、いつか、いつかさ、俺がその、ならっていうか、一人前っていうか、そんな感じになったらさ、その時はさ、
きちゃんって呼んでいい？頑張ってくださいね。待ってます。え、あ、はい、頑張ります。なんながそれ。店長は一体どこまでうちをひどい目に遭わせたら気が済むが。許せん、絶対許さん。本当はかけみずらがどう頑張るかやにゃ。頼りないけど。よかったやないか、計画が売れて。民宿のキッチンでも直したらいい。はあ？ああ、そう、昨日言いよったろ、新しいオーブンが欲しいって。そうすれば長太郎がいのグラタンも出せるって。よかったやないか。よかったやないわ。そう怒るなって。よかったやないか、おもてなしかのおかげで。だから何が。京介も帰ってきたわけやし。あ、遅いよ。え？あ、すいません、京都さんには大変申し訳ないこと。止めろ今夜。は？お前ははとかえとか本当いいな。ジロジロ見るの嫌やけど構いませんけど。だから悪かったですね。どうしたんですか急に。親父が出かけちゃってさ、なんか居づらくて。え？え？あ、いや、なんでもない。沢さんと二人じゃ居づらいがですか。そういうことなんですか。どっちが似合うと思う？青。沙和は青が似合うと思う。そう、うん、あ、お兄ちゃん。なんか可愛いですね。まあその後母親が俺を置いて男作って出て行っちまったけどな。でもさ、
あの二人とはもともと他人なわけだし、ずっと世話になるわけにはいかないだろう。だから俺は東京に行ったわけだ。ええやないですか、一緒におっても。よくないの。なんでですか。鈍い男だな本当に。言わせるか普通。すいません。あのでもその なんていうか。言ったよ、俺と一緒に東京行かないかって。一緒に行かんか、東京に。ひょっとして吉川さん、おもてなし課から観光特使の話が来た時、これだって思いませんでした。何言ってんだお前。俺はな、あのまあいいです。一言言っていいですか。嫌だけどいいよ。バカかお前。すぐ帰れ。何しよいがな、こんなとこで。今日に友達のところに行くがやなかったが。さっきは逃げ出してごめん。俺結構臆病やき。おもてなし方しにした。沢んとこ帰ってきたくて。好きや。私まだ返事してない。なんなやそれ。素敵なプロポーズじゃないや。この道も改善した方がいいですね。うん、そうやね。
なんか清藤さんが抜けてから火が消えたみたいになっちゃいましたね、おもてなしが。そうだね。でも俺は諦めてないけどね。絶対諦めない。一歩ずつかもしれないけど、清藤さんのメジャーラブ計画実現させてみせる。来週の話題人ナビゲーションは作家の吉門恭介さんをお迎えして新刊のお話などを伺います。吉門さんは高知県のご出身で、新刊は高知県庁で働いている人々を描いた物語になるそうで、とても面白いコメディということですので、お話伺うの楽しみですね。はい、コメディって言ったら言いましたね。なんだそれ、人が真面目にやる言うのにコメディって。ですよね。かけみずさん、なんか顔が怖いですけど。吉門さん入られます。おはようございます。お願いします。お願いします。お願いします。こちらになります。よろしくお願いします。お世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞお座りください。新山系15枚8 7 6 5秒前。4 3 2。今日の話題人ナビゲーションのお客様は人気作家の吉門恭介さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですが、吉門さんは今高知県庁のおもてなし課というところを舞台にした小説を執筆されているということなんですが。はい、もうほとんど取材は終わりました。高小説ですか。あまり聞いたことがないような気がしますが。はい、今思いつきました。でもね、このおもてなし課なかなか壮大な高知県観光のビジョンを持ってるんですよ。主人公のモデルを紹介します。影水くん。え、そのまま彼を降ろして。もうね、あと10分です。おいおい、どういうこと。高知県庁おもてなし課の掛水と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。我々は一つの大きなプランを持っています。それを説明させてください。よろしいですか。ああ、どうぞ。高知県は自然が多い。海、山、川、仰げば自然を見下ろすことのできる空、何でもある。高知が自慢できるものといったら豊かな自然です。なるほど。その反面、それはどういうことでしょうか。パクリか県庁。おいおい、まずいぞ、テレビでそんなこと言うて。かけ水、うるさい、黙って聞け。ですから、その自然を最大限に活用すべく、余計な開発は入れんと、その自然環境と元からある設備を利用して県全体をアウトドア関係のレジャーランドにしてしまおうというのが我々のプラン、高知県レジャーランド化構想なのであります。なるほど、それはなかなか面白いですね。はい。でもそんなことができるんですか。え、さあ。は？あ、まだわかりません。それは、私は高知に生まれ、なんとなく県庁に入りました。一番の理由は正直言うと安定です。そして観光振興部に配属されました。それも偶然です。決して強く望んでいたわけではありません。もちろん自分の生まれ育った高知は好きです。
もそれは生まれ育ったからなんです。それだけでした。仕立ての頃に全国の都道府県庁の職員との交流会がありまして、その時正直言うとじっと目立たないようにしてました。高知県、あ、高知県ですか。そうですか、大変ですね、頑張ってみたいなね。視線がなんか嫌で、しかも自分もそうなんですよ。頑張ります、へーへーみたいな感じになってしまって、いやそれも嫌で、他の県の人が羨ましいと思ったこともありました。はあ、自分が生まれた場所が好きなのだけでは人をおもてなしすることはできません。どれだけもてなす側の人間が本気で自分の場所をいいところだと分かっているか、それが一番重要だと思うんです。いいところだと分かっていないなら人を呼ぶべきではないと思うんです。でも今私は心から思います、高知は本当にいいところです。自信を持っています。高知は本当に本当に素晴らしいところです。そんな高知を知っていただき楽しんでいただきたい。そのために我々県庁おもてなし課は、ということで本日は作家の吉門恭介さん、そして県庁おもてなし課の竹光さんにゲストにお越しいただきました。吉門さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ではおもてなし課の竹光さん、最後に何かありますか。滝ちゃん、あんなこと言うと思わなかった。公務員だろお前、知らん。え、太平洋に面した長大な海岸線を有し、かつその海岸線に沿う形で広大な山々を持つ高知県。高知県ではこんな奴らが今も地道に活動している。高知の未来は多分明るい。じゃあ、はいはい、笑って笑って、はい。じゃあ仕事仕事。なんか竹光さんの笑顔って根っからの公務員って感じですよね。そう？それって褒めてるんだよね。さあ